バルトドイツ人は、主に、バルト海東岸、現在のエストニアとラトビアに居住していた民族。数世紀の間、彼らはその地域で、社会、商業、政治、文化のエリートを組織した。エストニアやラトビアと共に、バルト三国の一国とされるリトアニアは、他の二国とは歴史が異なるが、いくつかの都市に、少数のバルトドイツ人商人の居住地があった。ロシア帝国、 特にサンクトペテルブルクでは何名か、軍隊や市民生活で高い地位にもついた。700年のバルトドイツ人の歴史の中で、バルトドイツ人家族は、ドイツ民族のルーツのみだけではなく、エストニア人やラトビア人、リーブ人、そしてデンマーク人、スウェーデン人、アイルランド人、イギリス人、スコットランド人、ポーランド人、オランダ人、 ハンガリー人などの非ドイツ民族の人々と根結もしている。ドイツ騎士団が政権を持ち、都市ではドイツ騎士団の最下によって、主にドイツ式の都市法が適用され、ドイツ語やドイツの文化、習慣を保った。異なる民族間の結婚では、他の民族もドイツの文化に同化していった。彼らはドイツ人の言葉と習慣を身につけ、しばし名前や姓をドイツ化した。 ロシア帝国の国勢調査によると、エストニアには1881年の時点で約4万6700人のドイツ人が居住していた。バルトドイツ人の定住パターン、領域とされていたバルト地域は以下の通りである。東プロイセンのドイツ民族は文化、言語などの類似性からバルトドイツ人と分類されることもある。しかし1871年以降、 東プロイセンは新しく成立したドイツ帝国の一部となり、ドイツ国籍となっていたため、バルトドイツ人に含まれない。一方、バルトドイツ人は1918年まではロシア帝国国籍で、1918年から1939年まではエストニアとラトビアの国籍を保持した。1260年のテルッタ・マリアナ中世までに、ドイツ人の居住地は、 エルベ川西岸まで広がっていた。12世紀には貿易商人と宣教師たちがバルトフィン諸号やバルト語派を話す氏族の住む海岸地域を訪れた。制度的な定住は12世紀と13世紀に北方十字軍が始まった期間であった。13世紀頃から騎士修道会であるドイツ騎士団やリボニア体験騎士団によるキリスト教家の進展に従いドイツ人は 東方植民をはじめ、ベルリンのあるシュプレー川流域から、ブルセン人諸部族、スラブ人諸部族、フィン、ウゴルゴ族諸部族の居住するビスワ川、ネマン川流域へ移住した。結果、ドイツ人は、バルト地方に、リガ、タリン、プロイセン地方に、ダンツヒ、ケイニヒスベルクなどの港湾都市を建設した。これらの町は、ハンザ同盟に加盟したが、ドイツ騎士団の介入によって、 自治を確立することができなかった。東バルト沿岸地域の騎手は200年の間、神聖ローマ帝国からのサポートがあった。原宝ランド北東部ではハンドイツ騎士団の感情が起こったため、騎士団と何世紀もの間構想を繰り返した。14世紀後半に入ると、騎士団の先見的な支配は、在地勢力や都市、地方領主などの反感を買うようになり、 僧侶と1440年にプロイセン連合を組織、ポーランド・リトアニア連合とプロイセン連合はドイツ騎士団と戦い、15世紀にはドイツ騎士団の勢力はこの戦争で弱まった。1466年に締結された講和条約によって、ポーランド王国は西プロイセンを獲得、ドイツ騎士団を東プロイセンへと追いやり、ドイツ騎士団国を支配した。 プロイセン連合に加盟するすべての都市と領土は、ポーランド王を創始とした自治権を獲得した。リボニアは、ドイツ騎士団に従属し、クールラントは、リボニアに従属した。リボニア議会は1561年、ポーランド王権リトアニア大公、ジグムント2世、アウグストの庇護を求め、以後リボニアとクールラントは、ポーランドリトアニア共和国に直接従属、自治を得た。 1525年、ドイツ騎士団国は、ホーエンツォレルン家の公を君主とする、プロイセン公国へと転換し、135年後の1660年、フリードリ・ヒビルヘルム大戦帝国は、プロイセン公国を、ポーランド・リトアニア王国から独立させた。1558年、モスクワ国家のリボニア侵略は、モスクワ国家、ポーランド・リトアニア連合、スウェーデン王国。 デンマークの間で20年続いたリボニア戦争から始まった。リボニアは1621年のスウェーデン・ポーランド戦争によって1629年に分割された。北部リボニアを征服したスウェーデンはエストニアと同じくリボニアの自治権を維持させている。南部のラトガレはポーランド領リボニアとして残留した。北部リボニアは1660年に スウェーデン領リボニアとして、正式にポーランドから離脱後、すでに北部リボニアは1629年から1721年の大北方戦争終結による全ロシア領下までスウェーデンの時代に入っていた。また、バルトドイツ人の現地支配はいずれの勢力に属していても維持していたが、ラトガレ地域のみはポーランドの直接統治下となり、 他のバルトドイツ人の居住地域とは異なった道を歩んだ。デンマークはサーレマー島を獲得し、スウェーデンはエストニアを獲得した。バルト地方は宗教改革の間にプロテスタントに改修し、貴族騎士により分割された。クールラントはドイツ語圏の国として200年以上存在し、リーフラントは再び分割された。 スウェーデン王国はエストニアを1561年から1710年の間、そしてリーフラントを1621年から1710年の間管理した。タリンやリガをはじめとしたスウェーデン王国支配地では、17世紀を通じてスウェーデン絶対主義に支えられ、教育の推進、農民の解放、衰退期のハンザ同盟に代わるバルト海貿易による商業活動によって、 バルト地方の繁栄の時代をもたらした。その主役はバルトドイツ人であった。特にリガはスウェーデン第二の都市とまで呼ばれ、その公用語はバルトドイツ語であった。この時代は現地人に幸福なスウェーデン時代と呼称され、リガ、タリン、ナルバなどの都市が発展して行った。18世紀の大北方戦争の後にロシア帝国に組み込まれた都市でも、 バルトドイツ人による自治は保たれた。新たな支配者ロシア帝国もまたバルトドイツ人を徴用した。そしてこの時代の啓蒙運動によってエストニア人やラトビア人が民族として自認し始めた。エストニアのバーナに残るバルトドイツ人貴族の邸宅後1710年から1795年の間、ロシアの大北方戦争とポーランド分割の成功により、 バルトドイツ人の居住地区は、ロシア帝国のバルト行政区域となった。しかし、バルト地域は、地元のドイツ語を話す貴族、そして西のドイツ公国からの近年の移民により自治は維持されていた。1803年にナポレオン戦争が勃発して、1807年にプロイセン王国の支配は終了し、1814年にプロイセン王国がナポレオンに勝利した。 このナポレオン戦争は、ドイツ人のアイデンティティを確立することになったとされるようである。戦時中、ドイツ民族意識の高用とともに、ドイツ語響くところドイツであれと歌われ、後には、ドイツの国家の中でメーメル側までドイツと歌われるようになった。しかしこの時代のバルトドイツ人の間では、ドイツ民族意識とともに、王公貴族と中産階級の階級対立も同時に存在した。 民主化を求めて、王皇貴族と退治した市民は1848年革命を起こし、その結果一定の民主化が行われた。その後1871年のドイツ帝国成立においては、バルト海沿岸のバルトドイツも帝国領とされた。1880年代には、ロシア化でドイツ語の姿勢や教育に変わり、ロシア語の使用が促され、 ドイツ人のマイノリティの権利は廃止された。1905年のロシア第一革命により、バルトドイツ人の地主への攻撃が起こり、領地は燃やされ、貴族階級のメンバーへの殺害や拷問が、通常地元住民でなく外部の革命隊により、執行された。バルトドイツ人は、第一次世界大戦中、ロシア人からは敵とみなされ、ロシアに忠誠心があれば、 ドイツ帝国側からは裏切り者扱いされた。1917年にドイツとソ連がブレストリトフスク条約を締結した後、ドイツ帝国は選挙領地をオーバーオストを元にしたドイツ軍とバルト連合公国を構想したが、ドイツ帝国の敗北とバルト諸国の民族自決によるエストニア・ラトビアの独立により構想は頓挫し、バルトドイツ人による中世以来のバルト地域での 主導権は喪失することとなった。独ソ不可侵条約とその後の修正に基づくヨーロッパ分割の計画と実際なチスドイツのプロパガンダ地図帝国大韓区へのバルトドイツ人の再移住1939年8月、ドイツとソ連の間で独ソ不可侵条約が締結され、リトアニアはドイツ、ラトビアとエストニアはソ連の勢力圏となることが合意された。 そしてこの条約により、ラトビアとエストニアに住むバルトドイツ人のドイツ勢力圏への再移住が取り決められた。バルトドイツ人の新たな移住先は、主にバルテラント帝国大韓区やポーランド総督不良とされた。これらはいずれもドイツがポーランド侵攻の結果獲得した領土である。再移住は1939年から始まり、1940年、初めの時点で、 ラトビアから約5万1000人、エストニアから約1万3700人が再移住した。1940年8月にバルト諸国がソ連に併合された後、1941年3月にラトビアから約1万500人、エストニアから約7000人が再移住した。独ソ戦がドイツ劣勢となり、バルト諸国地域に ソ連赤軍が迫った1944年末から1945年にかけて多くのバルトドイツ人は西方へ避難を開始した。避難は主に回路を用いて行われたが、1945年1月30日には多くの避難民を乗せたビルヘルムグストロフ号がソ連の潜水艦に撃沈され、9400人余りの犠牲者を出した。 第二次世界大戦後ヤルタ会談の取り決めによって、ケーニヒスベルクはカリーニングラードと改名され、ソ連に編入された。ポーランドは国境線を西にずらし、ダンツ比を含むプロイセン地方全域がポーランド領とされ、ドイツ国境はオーデルナイセ線まで西に後退した。そのため、戦後もバルト諸国地域及びポーランドに残留していたバルトドイツ人は、 オーデルガーの西に追放され、その多くは西ドイツ地域に移住し、一部は東ドイツ地域に移住した。1948年には、カナダ総督、ハロルド・アレグザンダー支援の下カナダへの移住も行われた。アレグザンダーはかつて、1919年から翌1920年にかけて、ラトビア独立戦争に参戦し、バルトドイツ人部隊を率いて、 ソ連赤軍と戦ったことがあった。50年間のバルト諸国占領によって、エストニアとラトビアには、エストニアソビエト社会主義共和国と、ラトビアソビエト社会主義共和国が成立した。ソ連の占領当局は、過去数世紀にわたる、ドイツ民族の形跡を全て消滅させることを試み、数々のドイツ語で書かれた、像、記念碑、建物、または、史跡が破壊された。 1950年から翌1951年にかけてエストニア最大のバルトドイツ人の墓地で1774年から存在したコプリ墓地とモーグ墓地がソ連の占領当局によりすべて破壊された。また1773年から存在するラトビア最大のグレート墓地のほとんどの破壊死もソ連により破壊された。 1991年に再独立したエストニアとラトビアでは歴史上においてバルトドイツ人の自国や市の発展への貢献を一般的には肯定的しばし中立的に見ている。しかし1918年までバルト地域のほとんどの農村地帯を支配した地主に対して批判することはよくある。1989年以降多くのバルトドイツ人の高齢者や子孫たちが エストニアやラトビアへ旅行に行き、自分たちの過去、先祖の家やルーツを探しに行ったりしている。ありがとうございます。